の中でも異色が特に熱望されていた剣術格闘アクションサムライスピリッツがついにメガドライブに登場。柳生十兵衛や服部半蔵などの歴史に名高い剣士はもちろん、タムタムや白目玄庵などのオリジナルキャラたちも個性豊かだ。このサムライスピリッツでは画面下に出ている怒りゲージによって一発逆転のチャンスがある。この怒りゲージはダメージを受けるたびに上昇、怒りの頂点に達すると攻撃力が大幅にアップするんだ。起死回生の大逆転劇も可能だぞ。また剣術格闘なのでつばぜり合いだってある。この連打マークが出たらボタンをひたすら連打、相手の刀を弾き飛ばそう。今回の移植では最終ボスキャラである天草四郎もマイキャラにすることができるようになった。不気味な笑いとともに相手をなぎ倒すぞ。楽しさ倍増のサムライスピリッツは11月発売予定です。どうもありがとう。